皆さんこんにちは、近藤智子と申します。私はエアロビクスが大好きです。特にいろいろなステップを組み合わせたコンビネーションエアロビクスがとても好きです。このステップとあのステップを組み合わせるとどういう流れになるんだろうとか、その出来上がったコリオがさらに斜め前に移動したり斜め後ろに移動するとどんな風に変化していくんだろうと考えるのがワクワクしてとても楽しいです。今回のこのコンビネーションエアロビクスは、まず足の動きが少しずつ複雑になっていき、さらに移動も斜めに移動したりなど変わっていきます。さらにその後、少し腕の動きを加えたい方はちょっとダンステイストなミュージカルのような動きを加えていきたいと思っています。どうぞ恥ずかしがらずに心の底から楽しんで一緒に踊りましょう。お願いします。片手でパンチ、ウエスト周りを気持ちよくねじりますよ。手を遠くへ、を吐いて、あと4回、4、3、レッグカールしましょう。反対いきますね。キック、膝、中、4つ目のニーアップも変わってますよ。キック、膝、中の後ジャンプで遠いですよ。さあ、足の動きはこれでバッチリです。ちょっと手をつけたい方はこんな手をつけてみてください。いきます。ほっ、ブイ。この後ワン、ツー、スリー。足慣れてきましたか？キックボールチェンジです。前から後ろ、肩周り気持ちよくいきましょう。反対です。後ろから前、ちょっと回しづらいかもしれません。回る範囲で OK です。深呼吸します。